キバト。しゃ、決まっていくぜ。やる。変身。レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、プレ版限定仮面ライダーキバ CSM キバットベルトです。はい、仮面ライダーキバの変身ベルトのキバットベルト、10周年には間に合いませんでしたが、ついに CSM 化きましたね。今回もパッケージアートがかっこいい。表側にはコンプリートセレクションモディフィケーションキバットベルトって書いてあって、大きく頭部がありつつ、背面のねこのアートが好き。一通りのフォームチェンジ分が全部載ってて、バラが舞いつつ、上には牙マークと鎖ね、これが白押しかな、ちょっと手触りが違う感じで、デザイン入りつつ上からこうね横前って感じで、鎖がね全てこれつながってるんですよ。こういうとこまで細かいっすよね。で、今回も BGM とかセリフが大量に入ってるんですが、造形自体もデラックス版から全てがフルモデルチェンジで完全新規造形になってますから、相変わらず最近の CSM はどんどんお金かかってる感ありますよね。ではレビューしましょう。はい、中身はこうなってて、キバットバット3世、本体、キバックル、ベルト止め、フエスルスロットが2つとフエスルが6つ、そして交換用アイパーツで、フエスルがブロンフエスル、ドランフエスル、ウェイクアップフエスル、ガルルフエスル、バッシャーフエスル、ドッガーフエスル。っていうか、キバットベルトって、ベースのベルト部分にキバックルっていう固有名詞ついてるのいいっすね。まずフエスルスロットはデラックス版であった空洞とかがなくなってて、全面が塗装で処理されつつ、作りがとにかく良くなってるんですよね。光沢が半端ない。後ろはいつも通りマジックテープで脱着するタイプで、フエスルもかなりガチャッとはまるんですよね。デフォルトがこの位置になって、はい、セット状態こうで、フエスルの脱着も非常にやりやすいですね。もう一つのスロットも同じ作りになっておりますが、ハマるフエスルが変化するって感じで、フエスルも基本は認識ピンのここの手前のパーツはだいたい同じ形状ですが、ただ前面のこの造形が各フエスルごとに全然違って、ブロンブースター形状だし、キャッスルドラン形状になってて、ここの色も造形もCSM 用にくっきりはっきりしましたよね。で、ウェイクアップでコウモリの形が強調されてて、フォームチェンジのガルルも、またデラックスとの比較は別の動画で詳しくやりますが、エッジのかかった狼造形に変化しておりますし、もともとちょっと少し柔らかめだった素材感がかなり今回はガチッと固めになってますね。はい、バッシャーのフエスル、こういう空洞が今回ないんだよな。さらにドッガー、拳型のフランケンシュタイン形状になってますね。そしてキバックルは、これもデラックス版から大幅にパワーアップしてて、これが一番見た目変わってるかな。外側が全部メタリックのレッドで塗装されつつ、本編通りのこの鎖が巻かれてるような立体感っすよ。これやばい。で、止まり木部分は成形色ですが、こういうところも塗装と遜色ない質感になってますよね。で、裏側は同じようにナイロンになってて、ここはアジャスター入ってますし、長さ調整可能で、ベルト止めのマジックテープの作りなんかもいつも通りですね。で、この金ラインなんかも今回はしっかりと追加されております。で、この下側にロック解除ボタンがあって、キバットバットがはまってロックされた際にはもう完全に動きませんので、ここのボタンを押すことでロック解除されますので、引っ張れば取れますね。ここちなみにロック解除ボタンのようなものがありますが、特に押せませんね。そして裏側も造形がっつりって感じ。そしてサイドパーツ、いつも通りマジックテープをこのように剥がしつつ、ペタッと
はめてあげることでかなりしっかり取り付けることができますので、反対側もフォームチェンジ系がこちら側に来るのが正位置ですね。はい、これでキバックルがまず完成して、そしてキバットバット3世ね、これも開封の際に分かりましたけど、デラックス版とサイズはそんなに変わってないんだけど、造形自体は完全新規で全体的にすごい丸みを帯びてて、とにかく持ち心地がいい。これ本当にね、持っててスベスベ、なんか摩擦も前よりしなくって、本編でもバトルがねガシッと持ちますから、こう持っててなんかしっくりくる造形に CSM 用に変化してるんですよね。これは素晴らしい。そう思うとすでにサイズは当時版から1分の1に近かったってわけですよね。はい、全体ぐるっと見回すとこうで、触れば触るほど質がいい。で、ここがこのように稼働しますし、この辺の仕上がりなんかもやばいっすよね。で、上のボタンを押すと、この部分ね、ここ押すとガブガブアクションができるし、押し切ると下でロックしますね。で、今回はここのボタン以外に耳のこの部分に1個、2個、3個ボタンがあって、裏側がセリフボタンで、これが BGM ボタン、こっちが効果音ボタン、スピーカーこのおでこの部分ですね。あとはキバスイッチも押せますし、デラックス版同様にここに認識ピンがありますね。ここでフエッスルを認識するような形。で、フエッスルも、これもデラックスと変わりませんね。この位置でガチッとロックされますので、前に倒すと、この部分が押されて、各変身音とか必殺音が鳴る感じですね。ちなみにちゃんと本編通り直接フォームチェンジもギミックとしてあります。で、アイパーツ。本編だと変身した後に目が真っ赤になりますから、それをちゃんと再現するパーツが今回付属してますので、アークとかレイみたいに内部パーツはありませんね。はい、これで赤いパーツに交換することで、仮面ライダーけば変身後状態の赤目バージョンに変えることができます。ここ細かいですね。なので変身後でもいいし、変身前でもいいし、このように目の色が変わるとだいぶ雰囲気違いますよね。キバ感めっちゃ出る。ここにスイッチとかが内部にあるわけではありませんので、目の色が変わったからといって音声の変化とかはありませんね。あとそうだ、ここが昔のパーツみたいにボタンを直角にすることができますので、こんな感じで、これで昔のデラックス版みたいにより押しやすく遊ぶこともできますね。この2つのモードで、この上のボタンは切り替えることができます。ここまでやるかっていう感じ。僕は見た目的にこのままの方がいいかな。で、変身方法とかはもう説明不要で、牙とこう持つ、上のボタン押す、顎開けたら牙ボタンを手でこう添えてガブッとガブガブアクションしてもらって、待機音が鳴ったら止まり気にロックして離して変身完了なんですけど、いつも通りの単体 BGM だったりとか、 BGM スタンバイ機能、変身後に BGM 発動ですね。そういうやつだったり、セリフ遊びが65種類、風モードも入ってるんですよ。これが9種類だったり、トリビアね、知ってるかみたいな。冒頭に言うアバンのセリフを36種類か。さらに、スリープモード、1分放置でスリープ、飛行遊び、で、音声認識遊びで、コマンド式なんですけど、要は何でもかんでも認識 OK ってわけじゃなくって、決まったセリフをこちらから言うことで返してくれますね。あとは、ファンガイア検知音だったり、変身遊び、基本的な変身遊び、プラス直接変身遊び、ライフエナジー捕食にドガバギフォーム、変身後のセリフとか、変身解除、あとはキバットバット4世モード、マサオのキバットもありますから、これだけ全部説明しようと思うと大変な時間になりますので、まずは基本的な、てか説明書がね、かっこいいですよね。遊び方からいきましょう。ではサウンドを鳴らしていきましょう。電源オン。キバットバット3世。はい、起動音で、サウンドはキバットバット3世からなりますからね。まず、羽ばたき音。はい、このようにセンサーが入ってて、羽広げようか。このようにちょっと動かすだけで、パタパタ音が、鳴るわけですよね。これでキバットが、飛んでる風になると。ただこれ割と感度が高くって、
すぐ鳴っちゃうので、今回は一回電源切って、BGM ボタンを押しながら電源オン。俺様は、キラットバット賛成。そうすると起動時に LED 発光がないんですけど、そうなると効果音のこのセンサーが切れますので、羽ばたき音がしなくなりますね。これいい。で、BGM は全部で8種類。キバフォーム、もう一回押すと止まります。ウェイクアップ最高じゃない？召喚の調べ。ディスティニープレイ。キバ空中戦。スーパーノバ短縮バージョン。おお、スーパーノバ通常バージョン。で、ウェイクアップ短縮バージョン。この8種類。もう一回押すと、1音目のキバフォームに戻ります。著作権の関係もあって全部は流せませんね。で、いつも通り変身とか必殺、フォームチェンジ遊びに連動する BGM スタンバイ機能っていうのがあって、これ長押しすると、曲目ごとに BGM をスタンバイさせることができます。セリフワードで一通り鳴らしますが、セリフボタンを押すことで、よっしゃ決まっていくぜ。はい、このように。わたる、調子はどうだ？65音が鳴るわけですね。お前、何度言ったらば、それならそれでいいじゃねえか。ちなみにセリフに合わせて発行とかは、よっしゃありませんね。決まっていくぜ。で、効果音と BGM を同時押しで、風モードが、起動と。もう一回押せば、俺様復活、元のモードに戻ります。あとはキバットバットを1分放置で、いびきだ。これがね、ランダムで4種類あります。お腹すいたぞ。暇だ。なあ、渡る。何か話してくれよ。はい、この4種類がなります。では変身遊び行きましょう。まず効果音ボタンを押すと、はい、ファンガイア出現。ブラッディロードの共鳴音鳴るんすよね。すご。キバット。はいはい。やる。変身。はい、これで仮面ライダーキバ、キバフォームに変身完了。音声認識も交えて、なりきり度やばくない？基本的な手順自体はこれまでと全く変わってないんですよね。そして赤目、発光状態で改めていろんな角度から、ちょっとベルト止め外しちゃっておりますが、見ると、こうですね。プレート交換したくても結構発光明るいですよね。変身をもう一回聞きましょう。ロック解除ボタン下にありますから、おい、俺様に活躍させろ。はい、外して、俺様のスピードについてこれる、ここの両方のボタンを押すことで、はい、変身解除。もう一回変身。じゃあここからさらにフェスルで必殺技いきましょう。まずはウェイクアップフェスル。ウェイクアップ、はい、鎖が弾ける音とか、ジャンプの効果音とか、バサッとね、高速が解き放たれる音に、あとファンガイアが砕ける音。もうとにかく全部入ってる。
じゃあさらにドランフエッスル、キャッスルドラー。そしてブロンフエッスル、これ造形めちゃくちゃ良くなってるの、いいな。ブロンフエッスル、ブロンブースターもおもちゃの完成度がねなかなか高かったっすよね。じゃあさらにフォームチェンジ系いきましょう。ガルルフォーム、ガルルサイバーこの発光がブルーに変わるとこマジ最高。そして BGM というか効果音とかがもうデラックス版から大幅に変わってて、ちょっと長すぎるんじゃないかっていうぐらい本編通りのものが発動する感じですね。これやばい。そしてバッシャー、はい、ここでも今度は緑目に変化しますね。この発光の強さもめちゃくちゃしっかり色変わってて、フォームチェンジした後も割と長時間光り続けますよね。これいいな。そしてドッガー、はい、今度はパープルに変化しました。各キャラクターが呼ばれて彫像モードが飛んできて牙と合体してアーマー装着みたいな、そういう効果音まで全部なってるんですよね。あとはドガバギーもありますので、効果音ボタンを長押し、ここは渡るのために出血大サービスだって言ってくれますから、順番にまずはガルル、ガルルサイバー、さらに次はバッシャー、順番にやる必要がありますね。バッシャー、ナグラム、そしてすごい、めっちゃ喋るキバット、ドッガ、はい、これで出血大サービスのドガバキフォームに変身完了。ガルルセイバー、さらにバッシャーマグダム、そしてドッガハンマーって感じで、ちゃんとキバットがセリフ言ってくれるのがすごい。じゃあ一旦変身解除して、
で、キバフォームを挟まない各フォームへの直接変身もありますので、まずは耐久音を発動して、耐久音発動中にフェッスルをもう先にセットしちゃいます。そして変身。はい、これで本編通り直接フォームチェンジ遊びをすることができますね。同じ要領でバッシャー、ドッガーもいけますから、はい、直接変身でしょ、ドッガーね。そして、ウェイクアップフェッスルを使った後に、キャッスルドラン登場からのライフエナジー捕食遊びがありますので、というか一度あれかな、キバフォームに変身した方がいいかな。変身解除からの、一応耐久音を発動せずに、要はキバボタンをガブ今やっちゃったけど、ガブやらずに、デフォルト状態で変身することもできます。単色変身。これも簡単っすね。で、フェッスルで、ウェイクアップね。ウェイクアップ!はい、パリーンでファンガイアを撃破しましたので、効果音ボタンで。はい、キャッスルドランが出現してライフエナジー捕食で、今セリフが鳴りましたが、これがランダムで2種類ですね。よし、行くぜ。よーく噛めよ。これがもう1種ですね。よーく噛めよ。あとは各フォームの必殺技も鳴りますから、フォームチェンジして今一度ガルル、で、開けて、キーバーボタンを押します。効果音長いしすごいな。ガルルハウリングスラッシュの必殺音で、これが各フォームごとになりますので、バッシャーに今一度フォームチェンジ。
そして騎馬ボタン。バッシャーアクア、トルネード、長いな、どのフォームも、効果音が、ドッガそして必殺ドッガサンダースラップ。個人的にはこのサウンド一番好きかも。ドッガハンマーのあの目が開いてキュインキュインキュインみたいな、その効果音が鳴りますね。あとはキワフォームでこれをやると、残念でした。残念でしたで必殺音は鳴りませんね。残念でした。あとは BGM もちょっとやろうかな。長押しして、音が鳴ったら、変身！はい、こんな感じで、変身と同時に BGM 発動いけるし、この流れで、ウェイクアップと合わせれば、やば！こういうことができるって感じ。はい、BGM ここまで。これすごいっすね。8曲分2位で遊びまくれるわけですよ。やばい。そしてこの他に変身後状態でセリフが24種類プラス、さらに3種類だったり、取り外してからのセリフが7種類に、キバットバット4声モードでセリフがまだまだ大量にありますので、ちょっとこのあたりは別の次の動画でやりましょう。あとは変身後の状態で赤色がデフォなので本来は。はい、赤目状態にするとこんな感じですね。はい、消えても本編通りのアイパーツレッドになってますよね。これで例えばフォームチェンジすると色どんな感じ？あー、変わるけどほとんどわかんないっすね。一応は変化するんだ。でもやっぱこれはクリアカラーのアイパーツじゃないと、うん、わかんない感じだな。はい、ということでここまでで相当遊びましたが、まだセリフのことを考えたら全てのギミックの3分の1ぐらいの紹介なのかな。あと3分の2は大量のねセリフ集がありますので、それは次の動画で遊びましょう。まあセリフ遊びしなくてもなりきり度がねやっぱすごいわ。意外とキバットも脱着しやすくって、フエスルもガチャガチャってハマってフォームチェンジ可能なので、で短縮変身音とかも入ってるし、直接変身とかやりたいことが全部できて、個人的にかなり評価が高い CSM アイテムかな。
本当に細かいところまで質感が高くて、この微妙なラウンドしてる羽パーツとかすごいっすよね、作り込みが。いや3万円なんとなくお買い得な気がする。まずは今回の動画で必要な遊びは一通りやりましたので、次の動画では細かいセリフ発動、そのあたりを確認しましょう。以上、プレバン限定仮面ライダーキバ CSM キバットベルトの紹介でした。